僕危ない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 、ひえー、いきなり君ですか。あー、これトンネルっすね。いやー、痛いな。あー、よかった、手封じだった。危な危な。で、これトンネルです。いやー、これ、あー、これ割るか。待って、目薬飲む、手封じいらん。で、祝福も割るか。祝福割って、復活に持ってく。復活多分。いやー、マジか。祝福。お払い巻きたいな。お払いの可能性あるよな。いやー。吸い出しにしたいな。吸い出しあかんかな。隠し吸い出しにすんのもったいないな。拾えへんかな、どっかで。誰、何がいいやろ、この選択。いや、祝福使いたいねんな。ただ、壺残したいっていう気持ちがあるし、仮に白紙をこれ、引き、継い出しにしちゃったら、まあ、祝福が復活できんねんな。で、復活をもう一回復活できるから、結構強いねんな、それはそれで。あ、てか、しまったな。監禁で手封じやったらよかったな。あ、もうこれいらん。何いくら？ああ、いやー、どうしようかな。これ早く対処しなあかんよな。お払いでもいいねんけどな。で、お払いにして運よく成功したらこの3つ回復できるし、祝福だと単体単体単体になるから、全部いるやつだから、これ。お払いっすね、これ。もう、もうしょうがない。お払い。いきます。吸い出しでもいいねんけどな。いや、マジで、いや、マジで、ちょっと考えたい。いやー。いや、でもあんま考えてるし。これなー。これ、いや、絶対お払いは、お払いか祝福どっちか巻かなあかんくって。で、今の段階やと、祝福がもう祝福の壺の中に入っているから、吸い出しでこれ吸い出して、祝福を一回こっちに呼んで、で、復活を入れて、祝福入れて、もう一回出して、祝福呼んで、で、もう一回入れて、で、もう一回復活を入れて、背中をやるっていうのが、ありっちゃありやな。方法としては。いや、なぜか知らんけどな、まあ、祝福の、祝福のさ、いやー、それする？めんどくさいけど、ちょっとそれするしかないな。しましょうか。それで行きましょう。なんか鬼ごっこいらんねんけど、マジで。吸い出して、祝福、入れて、吸い出して、祝福、投げて割って、祝福、かな？もったいないな、白紙の使い方。いやー、まあベストやんな、それが。でも、うん、ベストを選ぼう。こっちにしとこう。どうしよう。いやー、マジショック。いやー、もっといいのいっぱいあんねんな。うわー、これなー。
お祓いとかでな、いっぱいバーってできたところで、祝福がも、やっぱ切れてっていう話になるから、やっぱここは、吸い出しやな。吸い出しどこ行った？あったあった。行きます。一発目。まずは、こいつです。はい。OK、で、これで1個目読む。で、入れる。あ、違う違う違う。あ、入れる。あれ、復活できてるこれ。ちょっともう、おにょくん邪魔。あれ？ちょっと待って。あれれれれ？吸い出しくん？吸い出しくん？吸い出しくん？どこ行ったのかな？あれ？吸い出しくん？あれ？ちょっと待って。吸い出しくんが1個しかないよ。なんで？どういうこと？あれ？俺なんかやらかした？え？俺なんかやらかしたかな？あ、出た。え？俺なんかやらかした？え、ちょっと整理しよう。ちょっと壺の中整理しよう。それだ。はい、ちょっと整理しました。え、あれ、すいだしくーん、どっか行ったよー。一個はちょっと待って、マジで。え、減るん？マジで？あ、キッズ、いや、そうやってお払いでよかったん。あー、マジか、マジっすか。最悪っすね。いやー、これマジで最悪や。これ結構辛いよー。いやー、回復したい。いや、で、こいつ一発あるんで、一発あるんで、忌憚で確実に処理。完全に回復できるまで。いいところに来た。あいやー、一発ある君が来るか。来た。ありがとう。マゼルンがいっぱいいる。本物かどうか別としてね。少しでもこれでね、持ち物の個数とか容量が増えてくれたらいいねんけどな。まあ、こいつらもうしばくしかないやろうな。ええ。痛い。こいつちょっとほっとこうか。ええ。倍速なんですけど。いや、大きいからあいつは大丈夫。ちょっと一体一体勝利したい。
あー、いた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 。よし、オッケー、吹っ飛び、ナイス、腕がよ。何これ、なホームレスハウスじゃないわ、ホームランハウスじゃなくて、あのちょっと びっくりしすぎてちょっと戸惑ってんねんけどね。何これ、モンハンやんこれ。モンハウ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 モンハンじゃない。もう動揺しまくってんだけど、ほらモンハンと一緒やん。あ、恐ろしい。いやー、これちょっと一体ずつ処理するの危険やんな。背中使いながらうまいことやるか。ちょっと矢使いながらうまいことやるか。ほらほら、おいで、痛い、よしこら、いやー、これはですね、金縛り聞いてくれなきゃ困るな。あ、なんかいた、ちょい、あ、なんか突っかかっとる。いやー、だいぶ回復してきたな。夜狙ってもいいぐらいやろ、これ。えぐ。はい。よいしょ。もっと回復しよう。もっともっと、もっともっと。ちょっと、うーわ、こうわ、これ。一回下がろう。はーい、回復しまーす。え、もう何これ、もう。回復ってるやん。はいよ。早くしまーす。夜になってほしいな。何やったら夜になってくれてもいいよ。こっちにしとくか。いいよ。いいよっと。はー。よし、回復。いや、これも足そうか。気配察知やばくねこれ。ああ、おにぎり、お前もったいないことすんな。ギャザーさん、お願いします。やっちゃってください、あんなアホ。あ、ミスター、ちょっと待って、俺めっちゃ全然違う方向見てた。うわ、もっといない、または、やばい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 、ちょっとプレイが雑になってきてる。ちょっとプレイ雑いよ。ちょ、集中して、集中して。お願い。あ、無敵槍拾った。早く。あいつ倒そう。ちょ、俺プレミスする。何してんの、あのカッパ。あ、ちょ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 。あ、よかった。そっち入ったか。あ、てか、吸い出し、ナイス。ありがとうございます。危な、吸い出し偉いよ、かなり偉い。51回の夜は何が出てくるんですか。ああ、なるほど。え、これ来た、買ったでしょ。吸い出しがもう祝福されてるんで、白でこれ出して、え、暗くて読めへん。昼まで読めへん。監禁とかいるこれ。一応持っとく。いや、いらんな。いや、松明欲しいな。いやー、こっち来るかな。
怖い、ダイオウイカ近いからな。ゆっくりゆっくり。いやー、さっきのギャザーちょっともったいないことしたけどな。はい、ちょっとチェック。近くにおった。いや今なよそ見しててんな。あの時ちょっとよそ見してね、よそ見しながらちょっと足踏み。おーんどりゃまだいけるかな。もうちょっとだけ粘ろうか。山食いデビル、お、山食いデビル倒してくれてる。いいぞいいぞ、やれやれ。俺ここで待っとこう。あーいましたね。よし、行け行け行け。はい、行きましょう。危ないちゅうのー。隣にいるのやめてもらっていいですか。うっうっ、この流れは良くない。ちょっとちょっともう、てー、気配察知か。寝とけ寝とけ。あーこいつどうしよう。いやー呼ぼう、読む？何回今？ 52 回？何回出てくんのこいつ。あー、3回出てくんのか。階段そこか。ちょ、逃げながら。あ、これいけんじゃね？ワンチャン。来んなよ、来んなよ。よし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 。あー、こいつ来る、こっちに。やばい。ちょっと待って、これ、速攻で入れて。しゃあない。これはもう、一回戦うしかない。じゃん、吹き飛ばし食らってくれんかな。あ、食らってくれた。よし、いけた。吸い出しよう、吸い出しタイム。吸い出しに復活と、いや復活拾って、読みます。金縛り読みます。そして入れます。違う、はい、これ入れます。そしてさらに吸い出しを読み、ええ吸い出しって一回限りなん？ねえ、吸い出しって一回限りなんですか？絶対一回限りやんな、これ。おー、ふざけんなよ。何回もいけんちゃん。マジ何回もいけると思ってんねんけど、こっち。ちょ、あいつ苦しい。え、マジ吸い出しって一回だけなんや、祝福しても。俺何回もいけると思ってたんやけどな。いやー何あれ。うわーやば。あーやばいの来た。オドロ。オドロくんはね、サビ避けしててもねあれなんすよね。うんー、しないな。外しましょうか。あーおよっ、
よいしょ。あ、どっか行ってください。どこ行った？間に合うかな？どっち行くの？君。そっち行くの？よしよし。バイバイ。誰？君ね。血の恵み。あぶねえ。誰？お前ほんま許さん。いやーこれちょっと一回待とう。マジか。階段どこ？いやちょっと待って、右側やんなこれ。右側とかやったら嫌やな。いやこれ右に飛んでいくからな。よっ。外す。外す。いやーマジで怖すぎ。もう罠チェックしなあかん感じやんなこれ。ほとんど毎回。階段ないし、ほんで。最悪。あ、君は戦ってあげよう。痛いけどまだ耐えられる。うん、痛いけどまだ耐えられる。いやーちょっとこれちっすよ。誰君。あーバイバイ。ちょっとこれ、あ間違えた。勝てられんて。あやーちょっと多すぎ多すぎ多すぎ。いや来すぎ来すぎ。あミスったし、もう最悪。いやーこれやばいな、マジ来すぎやなこれ。最悪なんやけど。死ぬ。OK。 このまま逃げよう。こっち側で叩いて。いやーこっち来んの、お前もこっち来んのかい。あ、え、あぶねえ、倒しちゃった、あぶねえ。こいつもちょっと戦うの危ないねんな。おにぎり状態にされたら終わりやから。ちょ、金縛り。確実に倒す。意味か。あ、怖。マジ怖。さて、まあまあ、一応、